ギターを弾く。新しい単語を覚える。公園を散歩する。映画が始まる。歌舞伎を見に行く。意地悪な友達。風邪薬を飲む。病気になる。みんなで踊る。コンサートでピアノを弾く。お弁当を持っていく。手紙をもらう。夏休みが終わる。試験の勉強をする。コンサートのチケットを買う。メールを書く。野菜ピザを作る。作文を書く。もう宿題をした。メガネをかけている人。帽子をかぶっている子供。犬が大好きな人。ギターを弾いている人。髪が長い男の人。お弁当を食べている人。踊りに行く。公園で運動する。車を運転している人。コンサートに出る。薬を飲んで寝る。